チャオ、あっちゃんです。今日10月の8日、あっちゃん家の晩ご飯にまた揚げ物しようかなと思って、で付け合わせのキャベツ切っとってんけどね、カメラ回すます作っていきましょう。ローストビーフ作ろう思って、またお肉買ってきてんけどね、もう作るのも面倒っちくなってきて、揚げてしまうカツにしてしまうビーフカツです。はい、ということで作ります。はい、もう適当に行きましょう。カキぐらいね、カキ流水解凍していきます。で、お肉ね、お肉を切ります。お肉ちょっとね、凍ってんのよ。またチーズ入れるけど凍るよって。で、切ります。これぐらい。あんまりね、厚いけど、薄くってもダメ。1センチぐらいにしよう。半分こうって硬いよ。よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ。はい。お肉終わり。はい。カキも終わり。はい。カキってほんまね、スイカみたいな匂いするよね。じゃあカキの匂い大好きやね。で、普通の板がいて、うちに焼こう。何でいいかな。もうね、最近もう寝るんで、何グラム何グラムもういいわと思って。大体で作ったら大体前はできないよね。ね、主婦の皆様。で、これに水、水を入れるとき。なんだろ、まだ粉入れたいね。こんなもんやな。オッケー。で、これ便利やわ。こんなん知らんかったわ。もうちょ揚げていこう。でもちょっと油の火つけとくわ。
ついたらいいよね。この茶はパン粉ついたらいいよね。
柔らかくなって、この裏側を入れよう、新しいから。
6月やからね、ちょっと火で熱入れたらダメと傾けて。なんでこんな弱なんねん、もんかつくな。衣もでな、カスが出た。フライヤーに一発でダメになる。一回でもちょっとあげよう。苦そうなのが聞いた。これもっと大変かったな。うわあ。ちょっとやめてね。いやいやいや、アニさん、いっぱい切ってもらう。できました。ビーフカツとクリームコロッケとカキフライとイカリング、これで食べましょう。それではいただきます。甘いし
別荘じゃなくても帰りません。久々やな帰りません。1位はサラダや、サラダ。シーサラダや。シーサラダじゃ、1位、サーモンやな。サーモンちゃうか？マグロ原価高いけど。1位当ててやる。うちも出たの？ちゃうの？お店とちゃうの？あ、回ってるやん、お店やん。あ、今立てと匂いへんだ。カキフライ食べるわ。おいしい。カキフライとご飯と一緒に食べよう。あ、おいしい。マグロやな。マグロや。シーサラダや、シーサラダ。なんでや、みんな食わずぐらいや、食べたらみんな美味しい言うねん。あれハマんねんで、ねえ、みんな食べへんねん意外と。お惣菜や、買うと高いからここで食べるって。あの味噌汁なんで人気かってあれやん。クーポンでタダになるからね。あおさの味噌汁はクーポンでタダになるね。あれ入ってないな。オニオンサーモン。期間限定。期間限定じゃないか。期間限定、この時しか分からへんよ。煮干しの中華そば美味しかったで、これ。期間限定でこだわってませんって。カニクリームコロッケ美味しいで。エンカリンは？エンカリンついてはないじゃん。
腹いっぱいな。さっきなんか食べたからやん。もう食べよう。薬飲んだからはね。おいしいな。一回食べてはまんな。いや、おいしい。カニクリームコロッケ美味しい。カキ食べ。これかけ、いや、かけといて。嘘、かけ好きやんか。もっとかけてやん。うん、そのそのコロッケは、これカニクリームコロッケ美味しいです。クリームコロッケでイカリング、ちょっと黒なんだけど、イカリング、入れてへんなんじゃん。どこに？上に一本、下に一本。上のとこ入れた？どこ入れた？卵のとこ？上一本あれやん。下一本だし。下一本入れた。うん。下なかったで。なかったから下に一本入れといてんで。生まれたんじゃん。ここに転がってん。お肉食べる気や。まずはコラボ一つ。オレンジジュースです。今日あれやん、今日あれ、あの電車のな、この前乗ったやろ、あれ編集しとってんやん。めっちゃ時間かかった。5時間ぐらいかかった。あ、パソコンもなんねん。ソフトが悪いんや。うん、いや、ソフトやったやん、アドビやでよ。言ってんねん、大手やったらええって。じゃあ本体が悪いんじゃん。
けど、それ結構それ VR ギリギリいけるくらいで、うん、このなんねで、そう、そういう昔のパソコンあれやろ、そうやのいいな、なんであれなそういうソフトが重いからね、うん、昔のパソコン編集できねえ、できへんのかいって話、違う、うん、いや、なんでやねん、わからん、それぐらいデザインにこだわる、うん、それはわからん、慣れもやしな、うん、文字入れるのがすごいだんだんに入ってくやろ、上が見えんくなってくんねん、大手すぎて、うん、あの A スペックとはモニターにだんだんいるわ、調子のりや1バージョン分で金が払わな、うん、調子のりや編集ソフト変えようかな、よく見てたった方がいいな、でそんなこれオートやったみたいなYouTuber 言うてたの、本質言うてたアドビや間違いないと思って、もうフォトショップもイラストレーターもアドビやろアドビ私のバッテの方が強い、あるな、それはバージョン弱いな、変えようかな、この文字でめんどくさい、文字がある前は頑張って作ったし、今やっと終わったとこへ、あ、そんなはちゃん待て、動画締めなせた、今日のあっちゃんの晩ご飯、揚げ物三昧でした、美味しかったですということでお茶が変動が入って、今日のあっちゃんの晩ご飯、揚げ物よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです、ではまたね、バイバイ、熱いよ揚げ物